子どもたちが落ち葉スキーを楽しみました。愛知県岡崎市の江田小学校では60年以上前から冬場の体力づくりの一環で落ち葉スキーが行われていて、子どもたちが松の枯れ葉を敷き詰めたコースで初滑りを楽しみました。足を踏ん張るとこが難しかった。最初は緊張してたけど、みんなにイエーイとか言われるのが楽しかったね。とても速くて風が来て気持ちかったです。ゴールらへんがとてもボコボコしていて難しかったけど、2回ともしっかりと滑れてよかったです。